向川団地前駅までを結ぶ阪神電気鉄道の鉄道路線である。全線単線だが、向川駅須崎駅間は、伏線分の用地が確保されている。向川西岸の築堤沿いに走る西宮市南東にある向川団地の通勤。 通学路線である。キロポストは、向川団地前駅から向川駅に向かって、純粋に数字が増えていく。須崎駅と東なるお駅間にある東なるを踏切北側に2キロポスト、向川駅の高架下に3キロポストがある。これは今ず出屋敷線の前大浜への延伸計画があった時に前大浜を0キロポストとする予定だったため。以前は、須崎、 駅付近に建設途中の今津で屋敷線の橋脚が長期放置されたが、現在は撤去されている。東なるお駅、佐崎駅間の駅間距離は 0.4km で、これは阪神電鉄全線で最短である。線内折り返し列車がワンマン運転で運行されている。全列車が2両編成で、朝夕は2編成が運用に入り、東なるお駅で交換を行う。早朝、 日中と深夜近くから終電までの間は1、編成のみの運用である。全列車が普通列車であり、向こう側駅向こう側団地前駅間の運転である。昼間は20分間隔、平日朝は12分間隔、土休日朝と夕方は10分間隔、早朝、夜間は12から15分間隔での運転である。信号現時は、停止、警戒。 注意の3種類のみで、全線で最高速度が注意信号相当の時速4 5トルに制限されている。よって、線内の信号機には、進行源時に用いる青色とが入れ替え信号機を除いて存在しない。また、警戒源時は、東成尾駅の場内信号機で、に編成運用時のみに見られる。河川は高速運転が可能な。 コンパウンドカテナリー式となっている。ワンマン運転については、ドア開閉スイッチが運転席になく、ドア扱い動機は運転士が直接目視で確認しつつ、行うようになっている。阪神三路線の中で唯一た路線との直通運転を行っておらず、また車両も阪神車のみで二両編成のみが走る路線である。また、 大晦日から元日にかけての終夜運転は実施しない。使用する編成はワンマン運転対応改造を受けた5500系に限定されている。この車両は向こう側専用の4編成すべてが野球にちなんだ内外装としており、それぞれタイガース号、甲子園号、トラッキー号、東ッコ号として運行されている。1986年から2020年6月2日までは 赤道車の7861型と7890型が使用されていたが、翌6月3日に5500系に置き換えられて引退した。7890系のうち1両は UR 都市機構に寄贈した上で、向こう側団地内に展示する予定である。なお、5500系の導入以前はすべて赤とクリーム色の特急、急行用車両の塗装をまとった。 赤道車を使用していたが、前日の通りすべて普通列車としての運行である。なお、市運転で線形の二両編成が入線したことがある。1954年頃の向こう側駅、右側に停車中の1121号は、標識等が二等化され、川側にはステップが装着されている。左側の線路は3線基上になっており、国鉄の蒸気機関車が乗り入れている。 向川線の北端を旧国道より望む。ここより、国道2号までの配線跡には、小建ての住宅地が続いている。1948年2月の国鉄甲子園口駅、向大橋駅画像左上の甲子園口駅より、カーブを経て、向川西岸へ沿う貨物線が見られる。画像下の国道2号をくぐった南側に見える、横倒しのこの字が、 向こう橋駅の湖泉京都ホーム。国土地理院地図。空中写真閲覧サービスをもとに作成現在は、向こう側団地となっている。西宮市高須町にあった、軍事工場、川西航空機なる製作所への従業員及び、資材輸送のために建設され、1943年11月21日に、向こう側、島崎間、1944年8月17日に、 向こう橋向こう側間が開業した。軍の要請での路線建設であったため、阪神の一般社員や学生の勤労奉仕隊なども動員した特管工事が行われた。用地は前線副線分を確保していたが単線で建設され、向こう橋、向こう側、東なるの各駅で上下列車が交換できるようになっていた。開業当時の須崎駅は、 現在の向川団地前駅付近にあたる。開業後一年経たないうちに、川西航空機の工場とともに、空襲の被害を受け、期待された目的を十分に果たせないまま終戦を迎えている。西宮駅から、国有鉄道貨物列車の乗り入れのため、向大橋から、須崎間は参戦機場化されていた。国有鉄道の貨物列車のみが乗り入れる西宮、向大橋間は、 阪神の路線としては未開業扱いとされ、貨物列車は全線にわたって国有鉄道の管理下で運行されていた。なお、後の調査で阪神も小泉甲子園口駅に駅を設ける計画があり、昭和18年3月19日付の官報に阪神向川線が甲子園口駅までの運行の特許を受けたことが掲載されていたことが判明した。旅客営業としては、 戦後すぐに、前線の旅客営業が休止とされた後、1948年10月に、向こう側から、現在の須崎駅までの1 1トルのみ、運行が再開された。その後、向こう側団地の開発に伴って1984年4月3日に、向こう側団地駅まで延伸され、現在に至っている。貨物輸送は、 川西航空機工場を接収した新中軍の要請もあって戦後も続けられたが1950年代には運航が停止され1958年に正式に休止となった。なお、廃止された区間のうち向川向尾橋下 1.5km は本線との合流のための引き上げ線の部分とその先の 100m ほどの敷地を除いて民間に売却され、 駐車場や住宅となっているが、住宅が向こう側沿いに細長く均一に連続している状態から、王子の起動時期の後を想像することもできる。向こう橋から西の宮山は、甲子園口駅東方の東海道本線との合流部であった場所までは空き地が目立つが、その合流部には、阪神園芸所有の建物が建てられていた。また、 甲子園口駅では、向川線の配線跡が下り外側線に転用され、内側線には折り返し設備が設けられている。半例線路、列車交換か、列車交換不可西宮駅、向こう大橋駅、小松駅、向川駅この路線との競合相手は、阪神バスの路線バスで、同社の路線バスは、甲子園駅もしくは JR 神戸線の甲子園口駅から発着し、 なおかつ運行本数が向川線よりも多い。加えて向川線と本線の乗り換え駅である向川駅が特急通過駅であるのに対しバスだと特急停車駅の甲子園駅発着であるため利便性が高い。このため向川団地の住民は向川線の利用を敬遠してバスに乗る人も多い。ありがとうございます。